とことんやりこむ、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日もね、季節限定クエスト行きます。今日のはね絶対出るよ。報酬を見てもらうと、まあなんか防具っぽいシルエットだよね。ここに行きます。砂漠の寺院か、きついなきついな。15で行こうか。15、これで行きます。今回のやつ結構厳しいのよね。モブは目に見えず、攻撃やキャスティングをしていない限り標的にすることはできません。だからモブが見えないのよ。これちょっとやだな。おお、いたいたいた。攻撃をする瞬間ぐらいに現れるやつだね。もう嫌だな。もうネクロマンサーいっぱいいるのが嫌だ。エボーカーいるじゃん、いきなりいるじゃん。いっとけ、ちょっと待て。おお、きつきつ。トゲがいるでしょ。ちょっと待って、エボーカーどこ。ちょ、エボーカーだけ倒そう。ちょっと待て、逃げろ逃げろ逃げろ。きついきつい。なんだこの場所。ちょっと待って、多分攻撃当たんないんだよね、普通な感じでは。なのである程度逃げながらじゃないと。いやー、これきつい。ここ敵がねやっぱ見えないっていうのはなかなかつらいよ。おい、うん、しかもこの盾持ちのやつがここ出てくるから厳しいね。あ、こっち側は無理。こっち側は取れないんですよね。これ取れるようになった、もしや。あ、いや取れないね、取れない取れない取れないんで、上の宝箱だけ取りましょう。あれ、あー、いけたいけた。よし、ここだけ取っていこう。よし、じゃあこのまま、なんとかボスまで走り抜けるか。まあ宝箱は取ろうかな。ここだけは取っとこう。特にいいのやなかったけどね。途中ね、強制戦闘があるのが、うわー辛いね。うわー、エボーカーもいる。強制戦闘がね一箇所あるんだな、ここ。そこだけちょっとなんとかしないとね。敵が見えないからね。来た、ほら、見えないところをなんとか行こう。どこいるの。ああ、行ってる。うわー厳しいって。おい、ちょっとほんとつらい。トゲ持ちが多すぎる。うわー、帯電か。帯電きつ。はい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 、わいレイス。よし、OK。で、あと1回か。最後はネクロあたりが出てくるでしょ。いや、もう倒しとけ。矢はまだまだあるね。来た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 よ。最後のきついとこ来た。よし。ちょっと遠目から撃っていけば、余裕でしょう。よし、オッケー。よし、若干 HP 減ったな。あ、でも回復がある。このまま進みます。いやー食らっちゃった。仕方ない、抜けろ抜けろ。よし、うわ、帯電付きは厳しい。オッケー、抜けれた。問題ボスだな。普通に攻撃すると多分2発ぐらい食らうとやられるんだよな。どうすっか。まあ一応さ、ドラ入れて遠距離からちょっと攻撃する感じにいこうか。
距離でこう、出た瞬間のところをね捉えれれば一番いいんだけど、ちょっと難しいな。どこだ、よっしゃ、おっしゃ、 OK、 いいよいいよいいよ、いい感じに捉えたね。あとは無事にクリアするだけ。きつい、きつい、やば、ちょっと待て、うわぁ、ちょっと待って、透明になっても走り抜けよう、もう走り抜けます、もう敵が見えないからもうどうしようもない。そこにいるなお前、お、あぶねえ、大変、行きました、アポカリプスプラス15、まあ難なくいけたかな。さあ季節限定の防具なんでしょうか。なんかコメントで教えてもらったのは北キツネのなんかって言ってた気がするんだよな。開けます。なんだ、あ、北極キツネアーマー、かわいいな。性能はどんな感じだ。30% で回避で武器ダメージ 20% アップ。あー、なるほどね、回復ポーションの効果が近くに、まあ良くも悪くもないっていう感じですかね。でもエンチャントはいまいちだな。デスバーターの、デスバーター臆病、いやー良くない、良くない。やっぱりね、アーティファクトのね、クールダウンが入ってないと、どうしても使いにくいんだよね。もうこれに慣れてるから。はい。まあ、とりあえず、今日は、季節限定の装備、北極グマアーマー、北極グマ？違う、北極ギツネだな。北極ギツネアーマー、入手しました。見た目かわいいね。で、これに、季節限定全部装備すると、こんな感じになります。かわいいね、こんな感じ。はい、まあ、この季節限定クエスト、おそらく今年中はあるのかな、わかんないけど、まあ、早めに入手してみてください。ではまたね、出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。